2005年1月9日この日オープンした大阪式劇場で後世に伝えられるであろう伝説のミュージカルが幕を開けました。世界各国で観客を熱狂の渦に巻き込んできたその作品の名はマンマミーア。カーテンコールでは思わず客席も総立ちになり、歌って踊らずにはいられないという最高級のエンターテイメントがついに大阪にやってきたんです。今感動の舞台へ、誕生大阪式劇場。いいんですよ。あ、そう？っていうのは僕たちが大大大好きな劇団四季さんのスペシャル番組でございますよ。あ、そうか、わかりました。そしたら今日は本日さゆりもしっとりとお届けしたいと思います。そう、これが一番いや、でも嬉しいよ、さゆりたちは。だってね、劇団四季さんのすごいファンじゃん。めちゃくちゃファンでございますからね。本当に大好きなんです、いつも。何て言うんですか、見せていただいた時のあのひとときの夢の世界、あの現実の辛い生活を忘れさせてくれる夢の世界、それが劇団四季。現実辛いんか、現実が辛いんか、君は。お前のせいや。大阪の新名所として女性に人気なのが西梅田のハービスエント。その中に大阪式劇場はあります。克実さゆりのお二人が足を運んだのは4日後にこけら落としを控えた1月5日マンマミーヤのデビュー公演を見るためです。うわー、おしゃれなとこやね。なんか克実さん、セレブな場所ですよ。高そうな場所やね。天井高いね。天井高いね。いい物件やね。物件名義なんちゃうからね。なんかほんで、すごそうなお店ばっかりある。そうよ。もう皆さんが知ってる高級ブランドばっかり入ってますからね。本当羨ましい。女性はもうめちゃくちゃ喜ぶでしょう、これはね。本当いいわ。ほんまにこれはね、もうあの大阪だけと違って日本全国がもうね注目してる、そういうもう複合施設でございますから、その中にね、劇団四季の劇場があるということで、あれあれ、さゆりちゃん、あれあれ、すいません、さゆりちゃん見ませんでした。あ、見ませんって言われた。あれ、さゆりちゃんどこかに行ってしまいました。実はあと2人ともうすぐ合流することになっているので、克実さんビルの中を急いで嫁探し。まず訪れたのが CD ショップ十字屋です。いきなり四季のマンマミーヤ売ってはんにゃね、 CD 屋さんですよね。あ、この辺ほら、オペラ座の怪人とかね、キャッツ、美女と野獣、はぁ、エビータ、ライオンキング、四季のこうコーナーでしょ、これは。はぁ、いきなりやっぱりこういうコーナーあるんですね。ああの桂南光さんですよね。いや、ちょっとちゃうんですけど、ね、すいません。ところで、これなんですか、これは。あ、これね、バーコード視聴器言いまして。え、バーコード視聴器、はい、バーコードをね、ピュッとするだけで聞けるんですよ。え、 CD が、この辺の CD 全部。あ、アバの、あ、そうか、マンマミーヤはアバの曲、はい、アバご存知ですか。知ってます、知ってます。ブレブアハ。しかしなんか出来立てで気持ちがいいな。6階ロマンティックコートはまさに女性のためのフロア。ネイルやエステティック、体を内側から癒す自然派ティールームなど、心身ともに女性を美しくするサロンが並んでいます。さゆりちゃん見ませんでした。さゆりちゃん見なかったです。すいません、なんか僕ここ入りたくなってきたんですけど。個人的にここ何屋さんですか。リラクゼーションサロンになっておりまして。そうなんですか。いろいろ探してみましたが、さゆりちゃんは見つかりません。そろそろ不安になってきた克実さんなのでありました。すみません、うち嫁が来てません。奥にいらっしゃいました。奥にいてますか。見つけた、見つけた。あれ、あ、ね、いてた、いてた、ね、こんな、ね、こんな大きくしてもらって何をやっとんねん、何をやっとんねん、君は探してたね。
ね今。今からね劇団四季のねあんなね立派なね劇場なんか入ってねお芝居見るのにねさゆりも綺麗にしてねもうヒロイン気分で行かないと綺麗にして行かないといけないの。えここはあの、はい、何をするとこなんですか。ここはあの美容室とエステサロンがあの総合的にあの揃ってるお店になってますので、ええ、はい。綺麗ほんまにここでカットしてもらおう。違うやん、さゆちゃん。ようやく夫婦が揃ったところで待ち合わせの場所へ。7階にあるコンプレックスダイニングゼックスウエストです。海外の、ナイスミーチュー。 Thank you, nice to meet you too. 初めまして。 Please marry me. 何で I'm married already. Where are you from? I'm from Portugal. Portugal? Yes. Francisco Xavier? Yes, no, Francisco Xavier is Spanish. Vasco de Gama.バスコバイ。Yes. パンもイスポーチギース。パンも。そう、パン。ポルトガルの言葉ですね。あと天ぷらも。天ぷら。そうですよ。え、天ぷらってポルトガル語。そうです。よなよなが偉人さんや。ね。イタリアン、和食、そしてバーがワンフロアに融合した大人のスペース。ここであと2人と合流するんですが、その前に何か発見したようです。うわチョコレートしたら、うわチョコレート生チョコ、今ルショコラルラッシュ夢のすごい、レストランの中にチョコレートが。それにしても広い。店内で結婚式や披露宴も行えるんだそうです。という話を聞いたところで、お、何やらいい感じのカップルがいました。おはようございます。すごくね、こんな素敵なレストランで、ね、何してるの、乾杯したとこやのに、このチリチリ頭なるんですか。あれですかって、こんなアナウンサーがこんな昼間からこんな飲んでていいんですか。この人飲んでありますよ。社長、昼間から。違う、今日はですね、堀ちえみさんと私と2人で、もう憧れの劇団四季のお芝居を見る、その前にちょっとお食事しましょうかという、もういい雰囲気やったのに。何ですか、ね、これはフライデーですか。そんな感じかな。そんな感じね。行さん子供いてんのよ。劇団四季好きが集まったんですか。めちゃ、いや、うちとこの方が知ってるでしょ。いやいや、まあまあまあ、ちょっとかけて見たことあります。いや、私がね、あの子供がちっちゃいから一緒に感激できなくって、もうずっとね、見たくて我慢してたの。それで今回、宮沢さんにもう誘っていただいてね、お誘いいただいて、ぜひ見に行きましょう。そう、静かに見れると思ったのに。まあまあ、早い話は見たことはなかったわけです。じゃあ今日はあの、はい、ゆったりと、はい、ね、マンマミーヤの魅力を皆さんも楽しみながら、で普段見られないところまでグッと入っていきます。今日はお得ですよ、テレビご覧になった皆さんも。そうですよ、このままみんなもミーヤ。うわ、エント7階にあります大阪四季劇場でございますね。なんか厳かな感じ、綺麗ですね。本当に建てですしね、新しいからね。でも帽子がなんか合ってますよね、色合いがね。合わせたんですけど、いい加減な。でこちらのこけら落としの作品がこちらです。はい、じゃじゃじゃん、こちらです。マンマミーヤー、マンマミーヤーでございますね。2002年の12月から2004年の11月まで2年間にわたって東京の電通四季劇場海、こちらで上演されまして、なんと80万人のお客さんが来られたと。マンマミーヤ。いや、そういうことなんです。え、そういうことなんです。マンマミーヤってどういう意味なんですか。おやまーとか、ほんまみたいな、そうなんです。マンマミーヤ。何語なんですか。イタリア語。その時にマンマミーヤ。詳しいですね。詳しいついでに行きましょうか。何ですか。まだオープンしてませんが、今日無理言うて開けてもらってるんです。何だろう。その時言うな。マンマミーヤ。第一歩と思ったら、先にもうカメラさんあっちに行きました。まあタレントとしては初めて。わー、すごい。第一歩入りました。オープンですよ。前人未到の一歩。やったー、あなた。さゆりちゃん、ベヨトワイ。実は、私、すでにマンマミーヤの公開舞台稽古をですね、
チラッと見せていただく。なんでそんな先にそんなことを見てるんですか。ぼよよ。先にも見えたんですか。舞台稽古を見せていただきまして、これ全編通しで見せていただきました。羨ましいね。じゃあ羨ましいですか。羨ましいです。皆さんにもちらっと、はい、そちらの模様をご覧いただきました。はい、エーゲ海の小島で結婚を控えた娘ソフィーが手紙を投函するところから物語は始まります。未婚の母ドナの日記で自分の父親とおぼしき男性がなんと3人もいることを知り、それぞれに結婚式の招待状を送ったのです。浜に打ち上げられたようね。そうとは知らず式に参加するためにやってきた親友たちとの再会を喜ぶ母親ドナ。歌手として過ごした青春時代が蘇ったところに、かつてドナを愛した3人の男たちもやってきて、島は大騒ぎになります。果たして本当の父親は誰なのか。本番そのものの真剣さで舞台稽古は続きました。前編に散りばめられているのは1970年代を代表するポップグループアバの大ヒット曲ばかり。歌詞の意味をほとんど変えることなく、母と娘2世代の対照的な恋愛物語が見事に紡ぎ上げられていきます。1999年ロンドンで初演されて以来、カナダ、アメリカ、オーストラリア、ドイツ、オランダなど世界各国で絶賛の嵐。日本では劇団四季の創立50周年記念公演として2002年12月から東京でロングラン上演され、昨年11月感動のフィナーレを迎えたばかりです。東京公演はどの回も最後は観客総立ち。そんな熱狂の舞台で2年間700ステージにわたって主役のドナを演じ続けたのが、歌、ダンス、演技と三拍子揃った劇団四季の看板女優、保坂千鶴さんでした。エママミーアは来年1月に大阪で新たに幕を開けます。皆様からいただいた勇気とパワーを持って大阪に旅立っていきたいと思っています。東京公演が終わるとすぐに大阪公演の準備も熱を帯びてきました。文化の一極集中を打破することを目標に掲げ、全国各地で公演を行ってきた劇団四季。中でも客席の反応が最も熱いと言われる大阪には拠点作りが望まれていたんです。それに応えてオープンすることになったのがこの大阪四季劇場。こけら落としに向けてセットや大道具、照明機材などが次々と運び込まれ、スタッフによって慎重に設営されていきます。そして迎えたテクニカルリハーサルの日。俳優なしで照明や音響を舞台の進行通りにチェックするんです。ロンドン公演に携わったオリジナルスタッフも参加して、細部にわたって熱心な打ち合わせが行われました。全てはコンピューターで制御しますが、微妙なタイミングなどを調整するのはやはり人間の感覚が頼り。スタッフの情熱がなければ舞台は決して成功しないのです。分かったよ、そうする。ところで劇団四季のミュージカルを見慣れた人はこう思うかもしれません。今回のセットはいつもに比べてシンプルだと。もちろんそれは演出上の狙いがあってのことです。よく派手だとか大掛かりって言われるんですけども、今回見ていただくと分かる通りにですね、青い幕ともう白い、壁しか出てこないんですけれども、いろいろそれはすごいシンプルに見えて、すごい綺麗だと思うんですけどね。実は下とか裏ではすごい大掛かりなことを、実はやってましてですね、白い壁を動かすのもですね、全部下にレールとかが入ってて全部コンピューター制御でこう
動かしてるんですけども、それで照明的にも、床に、電飾が仕込んであります。基本的にはもう全然遜色ないと思ってますんで。はい、はい、休憩です。休憩になります。ロビーでは劇場スタッフの訓練も行われていました。予想されるあらゆるケースに備え、観客役のスタッフを相手に様々なシミュレーションが1ヶ月にわたって繰り返されます。そうですね、あちらのものが着ているのがちょうどピンクになるんですけれども、あれで M サイズですね。これまでに積み重ねた接客ノウハウがこうして新しいスタッフにも受け継がれていくのです。何よりもまず観客を大切にする、そのための地道な努力が劇団四季の人気を支えてきたのは言うまでもありません。1953年慶応大学の学生を中心に10人で創立。演出家浅利啓太の類まれなる才能もあって大きく成長していった劇団四季は、それまでになかった独自の公演形態で次々とヒット作を上演し、今や日本の演劇界を代表する存在となりました。ディズニーとも信頼関係を築くなど、世界にもその名を知られています。そんな劇団四季の心臓部ともいえるのが横浜市青葉区にある四季芸術センター。全てのロングラン公演はまずここで総稽古が行われるのです。マンマミーヤの大阪公演もしかり、東京公演から引き続き出演する役者もいれば、新しく加わる出演者もいます。全員が稽古によって気持ちを一つにしなければなりません。さあ集中して音程正確に。この日は浅利啓太さんも参加して最後の仕上げが行われるとあって、稽古場の空気はいつも以上にピンと張り詰めていました。はい、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 お願いします。お願いします。劇団四季の公演は最低でもダブルキャスト、交代要員を置くことでいつでもベストの配役を組めるんですが、その分出演者全員に高いレベルが要求されます。妊娠してるのね。違うわよ、結婚式にパパを招待したの。お父さんは主に来た。セリフの一言一句まで細かくチェックします。こういうのを崩れって言うんだよね。聞こえないセリフがたくさんあっただろ今。カエです。1-6-1行目、午前が潰れる、はい、全体的に力みすぎる、はい、リエちゃんです。1-8-4行目、サムこそ本命だわな、サムが聞こえない、はい、こっちお客さんいいんだぞ、1枚も払ってみんな、ね、みんな気をつけるんだよこの後。呼吸も何も合わないんだよなと思う。もうキャッ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 ワーワー騒いでるだけやん。ロングランをやってますとね、崩れてくるんですね、やっぱり。で、慣れ、だれ、崩れっていう、そういうキャッチフレーズがあるんですよ。で、今日のはね、慣れ、はしゃぎ、崩れなんですね。慣れてくるとついこのお芝居は明るくて楽しいから、上張り付いちゃうんですね。それで本当になんかこうドラマがメッセージしたいものと言いましょうか、アバの曲のような本当の深い良さっていうのを味わえない。芝居っていうのはその人の人生に語りかけるもんですから、そういう深くそれができるような上演の仕方がしたいんですね。だからちょっと覚悟を決めてしっかりやんなきゃいかんと思ってます。コーラスラインの記録をキャッツが破って、キャッツの記録を今ライオンキングが破ろうとしてるんですが、そのライオンキングに迫るものが唯一あるとすればマンマミーヤだっていうのが世界のミュージカル界の常識になってます。で、四季も大阪四季劇場と命名していただいた以上はもう関東だけの劇団じゃなくて関西に定着するつもりでやります。だから相当の決心なんですね。と同時に作品のレベルがね、本当にやっぱり歴史的な劇場を開けるのにふさわしいような内容じゃないといけません。うわー、すごいですね。
か劇団四季、やっぱりすごいですね。ねえ、何、ねね、と言いましてもね、うん、あの俳優さんだけで全国各地で公演してますから、はい、500人いらっしゃる。すごいな。でそれを支えるスタッフの皆さんも合わせると、うん、およそ1000人で運営されてると。劇団としてね、はい、あの経営が成り立っていくってものすごい難しいことじゃないですか。四季、はい、さんの経営って素晴らしいですよね。やっぱりそこに目をつけるんですか。目つけます、目つけますよ。で新たな挑戦をまた大阪でこの大阪四季劇場でやろうと。さすがですよね、上田の一等地で。そういうことです、で今日はこの後、まだ本公演じゃないですよ、はいはい、プレビューの公演があるんです、その前なんです、はい、まだ誰も入ってません。誰も入ってないですよね。はい、ちょっと特別に許可をいただきましたので、やった、中入りましょう。やった、客席でございます。わー、すごい、鳥肌、鳥肌、すごい、ゆったりとしたね、すごい、綺麗なところ、あれが舞台です。客席数は1階2階合わせておよそ1200。どの席も見やすさと舞台との一体感が大切にされています。こちらは小さなお子さんが泣き出したりした時に移動できる親子観劇室。完璧に防音されているので周りを気にせずに舞台を楽しむことができるんです。あ、もうこれだと安心して、大人も楽しめるし子供も楽しめるし、ね、音は聞こえてきますか。音はもちろん聞こえますね。そこにあのスピーカー、スピーカーで、はい、小さいお子さんにはほらこういうね、あ、うわ、シート、すごい心配り、優しい。だからここにいたら、ママ、ママ、さゆりちゃん見てほら、さゆりちゃんほら綺麗なお姉さん出てきてる。すいません、すいません、もうショートコントいいですか。今のコントやったよ。今日は特別って申し上げましたでしょ、はいはいはい、この後ステージまで上がらせていただけることです。ひょっとしたらもう今日ね役者さんにも会えるかもしれません、でもステージ上がるにも私セリフ覚えてません。いや何もせんでいいから。ドキドキセリフだ。これはこれはターニャとロージーではありませんか。素晴らしいね、2階席までよう見えますし、これが舞台でございますが、舞台斜めになってますね、はいはいはい、この辺も ね見やすいように。あ、これはこれはターニャとロージーではありませんか。主人公ドナの親友で昔のバンド仲間、それがターニャとロージーです。ターニャの森泉さんと、そしてロージーの青山弥生さんです。いかがですか。なんかもうね、エーゲ海に来たみたいでしょ、色も、はい、全てここがね、ドナが経営する、はい、あの食べるなっていうホテルなんですよ。やっぱりなんか、はい、食べたらダメなんですか。食べたらあかん。食べたらあかん。大阪のノリじゃないですか。この人大阪の人です。兵庫県なんですけど。兵庫県ですか。はい、あ、関西弁になってる。どないしょ。どないしょ、どないしょ、どないしょ。はい、そうでございます。でもね、いよいよその大阪でこけら落としのこの舞台、本当に21年前にね、キャッツでここの梅田に、あの初めて伺って、それ今回また21年ぶりにこの梅田でまた劇場をね作って、常設の劇場で。失礼ですけど、21年前も舞台ってされたんですか。それすみません、半分認めたみたいなことなんですか。それでそのこのね、21っていう数字が、21年というのがね、このマンマミアでまたキーワードなんですよ。そうなんですか。21これはね、見てのお楽しみ。あ、そうなんですか。あ、そういうことか。だからね、なんか、いや、21年ぶりだっていうのがね、嬉しくて。続いてバックステージにも案内してもらいました。入らないですよ、入れないですよ。うわ、ここなんですか。はい、ご紹介したいのはこれなんですよ。何ですか、何ですか、これ。これはね、はい、コーラスブースなんです。みんなもう引っ込んできたら、ここでバーッと来て、バーッと来て、聞いて聞いて聞いて、でずっと歌ってるんですよ。もうちょっと間違いないように分かりますけど、すいません、ここで歌ったこの声を拾って、あの客席に行ってるわけですよ。え、テープちゃいますの。
痛いよ。そんなわけがないがな。ちょっと生です。生です。でほらもう並び順まで決まってるんですね。これ、はい、すごい。すごい。私この時私は。M さんの人はここで、次 M さんの人はここでってほら、もうアバってね結構細かいんですよ。あの音域が広いから、そうなの。そう私もカラオケで歌うとき大変ですから。カラオケで、もうすごいよね。この音域が。さあさあ、盛り上がってきましたね。はい、今度はですね、はい、ちょっとその他の出演者の皆さんに、できたら森さん、はい、ご紹介いただきたいです。はい、参りましょうか。それではいいですか。はい。野田君の方ですか。地下への階段を降りていった頃には。すでに会場まで1時間を切っていたんですが、この人たちが衣装室で待っていてくれました。ビル、ハリー、サムの、はい、お父さん3人でございました。かつてドナを愛した3人の男、ビル、サム、ハリー、この中の誰かがソフィーの父親なんです。おじいちゃんビル役の野中マスオさん、そしてサム役の渡辺忠さん、そしてハリー役の明戸慎吾さんです。お父さん3人ということはどういうことなんですか。それはですね、主役のソフィーですね、娘役のソフィーが、父親候補に3人に招待状を送る、それでその受け取った3人がその、エーゲ海の小島に現れるという設定なんですよ。その3人がそのまんまなんです。完全に3人だったら3段落ちですもんね。完全にね。あ、落ちてる、ちょっと落ちてる。でも渡辺さんはこのママミーヤが初の式の舞台なんですよね。はい、いかがですか、ここまで。いやもうたくさん勉強させていただいてますね。イケメン、あの正直タイプです。君闘魂やないねん。ちなみにその大阪はね、まあ、地元じゃないですから、うん、こっちへ来ると、はい、ホテル住まいとかそういうのになるわけですよね。全てがなんか舞台のに合わせて生活しちゃうんですよね。ね、睡眠も睡眠は命ですね。よく寝るんですか。大きくならなかったんですけど、ね、いやそんなこと言ってない。別にそんなこと言ってない。大阪来て美味しいもん食べられました。まだね、街中に出る時間もないんですよ。そうなんですか。どて焼き、どて焼き一人で。どて焼き食べられる。しょっちゅう仕事で来てましたから美味しい店とか、まあ、分かってますんで。あの、はい、客席の皆さんのハートガバッガバッガバッとわしづかみに、長いこと例えば東京でもねロングランでなさってた、この辺の秘訣は何なんですかね。まずでも台本がいいですよね。とにかく日常的なね、話題からその展開していくっていうのがとってもその親しみやすい、入り込みやすいストーリーじゃないかなと思うんですけどね。かわいい、かわいいですね。キノコちゃんみたい。これね、衣装がまたすごい綺麗なんですよ、女の子。男の人はあまり大したことないんですけど。ちなみにね、1公演したら何キロぐらい体重減ったりするんですか、最高で。この演目はね、それほど、まあ、この年齢ですから、ね、ダンスのね、運動量ってあんまりないんですよ。ただ演目によっては、例えばキャッツとか、それからなんだろう、踊る演目としたら、ライオンキング、ライオンキングとか、あれはものすごいそのパペットをつけたり、重さに耐えなきゃならないっていうので、あれでやりますと、ちょっと油断してますと痩せていきますよね。やっぱり1キロ、2キロは平気で、だから食べる、1公演で1キロ、2キロ減ったり、減ったりすることもあります。夏の暑い日なんかはもう2キロ完全に痩せますよね。やりたいな。さて、もう本当皆さんお忙しい時間なんですけれども、青山さんと森さんとはここでお別れするといたしましてですね、お父さん方男性陣3人には次どなたかご紹介いただきたいんですけどもね。呪術つなぎみたいな。わかりました。じゃあそれではですね、行きましょう。娘に会いに行きます。あ、娘さん、娘さんの方でね。ちょっと見ちょっと。あ、夫婦なんですよ。夫婦じゃないですよ。夫婦やんか。独身ですよ。さゆりちゃん、それはちょっと言い過ぎなんじゃないですか。それでは、こちらの方がですね、リハーサルルームになります。はい、こちらの方で、うちの娘がですね、レッスンをしているようなので、ちょっと、なんか聞こえますね。覗いてみましょうか。よろしいですか。はい、どうぞ。なんか声。劇団四季の役者さんたちは、
公演中もこうして練習を欠かしません。マザー、ドナの娘ソフィー、結婚式では父親にエスコートしてもらいたいという彼女の思いが物語の入り口になっています。ソフィー役、ドナの娘役でいらっしゃいます樋口あさみさん。あいうえお、あいうえお、最高発声といって劇団式のメソッドなんですけれども、母音であいうえご、ゆうえご、あうえご、あいえご、あぎうご、あゆえを4回とか6回とかノンブレスで息を取らないでやるっていう、普通にされて、残念ながらうちの嫁母音じゃないんですよ。何を言うんですか。なんかあぶねはショボボンって。ここがリハーサルルームなんですか。そうですね、響きますね声。本当そうですね。でガラスがもう一面ずーっとあって、ダンスの稽古とか発声の稽古とかここでやるの。そうですね、全部あのバーレッスンからバレエのレッスンから。あの発声は皆さんされるんですか。あ、全員やりますよ、はい、あれは。はい。あいうえおいうえおあうえおあいえおあいうあいうえあいうえおいうえおあうえおあいえおあいうあいうえあいうえおいうえおあ。っていう感じですね。はぁ、これができないと。舞台上で実際に話されるそのセリフもですね、すべて母音に直して、練習するわけですよね。母音に直すのはどういう。ですから例えば船があんなに揺れるなんてっていうのを母音でやると、はい、上があんあい上うあげこうなんですよ。それはどういう意味があるんでしょう。やっぱり母音切るために、あ、母音をはっきりと一字一句落とさないために。はぁ、お客さんはほらセリフが分かんなくなっちゃう時ってあるじゃないですか、ここで。はい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 。そういう時にこういう訓練していないと流れていっちゃうんです。三代沢さん、はいはい、これはアナウンサーとしてすごい、アナウンサー独特のあの発声方法とかすごい習うわけでしょ、ね、やっぱり違いますか。もう全然違いますね。私たちはマイクがありますから、はいはいはい、そのどうしてもマイクに頼ってしまうところがあるのかもしれないですね。でもね、確かにね、あの四季さんのお芝居見に行ったら、すごい早口で喋ってはる言葉でも、ものすごいちゃんと聞き取れますもんね。じゃあ、さいちゃん、ちょっと教えてもらって。教えていただく、お願いいたします。あゆえを、ゆえごは、うえごあい、えごあいう、おあいうえ。あゆえは、よいよ、わかりますせーの、あゆえを、ゆえをあいうえ、いいと思います。樋口さんのね、昨日客席から見てて、ステージ上の樋口さんのね、口がね、もう大きく開いてあるじゃないですか。あれはやっぱりだんだん口は大きく開いてくる。いっぱい中で共鳴させて、光景をしっかり残すっていうことが。歌手として聞きますけど、やっぱりそういう発声とかはちょっと違うもんですか。あんまやったことない。今ものすごく売れましたよ。ものすごく大ヒットしました、あの曲。なんかね、なんか全然歌えない。いやでも、ね、レッスン受けるわけでしょ、アイドル歌手としては。一応 ね一応やったけど、でももうなんか本番のちょっとぐらいしか。堀ちえみさんは僕の青春でした。あ、そうだ。嬉しいような悲しいような。何をカミングアウトしたんですか。いつか言おうと思って。いきます、せーの。あいうえお、あいうえお、あいうえお、あいうえお。あいうえお、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 あいう。なんか私覚えられへんわ。私はまず頭からちゃんと直してくると。ね、滑舌よく喋るとか言う前
あの清涼湯のどのぐらいの大きさを出したのか実際ね。ハニハニドキドキする、あハニハニぐらいですかね。おお。あのステージの上に立って歌い上げた時は気持ちいいでしょうね。そうですね。もう女優になってよかったって思う。好きですね。毎回思いはるんちゃいます。そうですね、楽しいですね。もう本当にね、もう楽しい時間なんですけれども、はい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 、ここでお父さん方3人とはですね、お別れをさせていただきまして。そうなんですか。そうなんですよ。イケメンが消えるんですか。イケメンも、イケメンほとんど喋らなかったですよ。カムイラ映ってないところであーってなんかアホえらい伸ばしてましたけど、大丈夫ですか。最後にですね、ソフィーのね、樋口さんにやっぱりあの方に、はい、保坂さんに会わせていただきたいなと思うんですが。はい、大丈夫ですよ。いかがですか。はい、今わー、かっこいい。失礼します。ソフィー役樋口さんの案内で再びステージに上がりました。そこで待っていたのは私にとっても憧れのこの人です。もうかっこいい。かっこいい。足長いですね。失礼します。うわー、どう素晴らしい。歌手として青春を過ごし自由奔放に生きた女性ドナ、かつての恋人たちの登場に驚き娘との葛藤に揺れる未婚の母を、東京公演に引き続き看板女優保坂千鶴さんが演じます。かっこいいですね。すごいですか。鍛えてるっていうやっぱりね、体ですよね。無駄なものが一切ないっていうか。でもマンマミーやドナイコール保坂千鶴と、保坂千鶴イコールドナっていうね、もう素晴らしいですね。可愛くない女なんで強い女の、ね、象徴みたいな人なんで、あまりそう言われても嬉しいような嬉しくないようななんですけど。でも本当に大阪の皆さんがもう待ってましたっていうこの2005年の幕開けです。もう嬉しいですね。ねね。お母さんなんですよ。お若いのに。親子の役になられるんですよね。そう、二十歳の時に産んだ子なんです。若くで産み張りました。そうなんです。で今40歳という設定。40年役ですか。そうです。へえ。もう普通で言ったら今日なんでなんでもってなんでもってみたいな。普通で言ったら兄弟ぐらいのね。ねえ、ありがとうございます。すごい。私が40前だから、ね、多分今日見せていただいたら、ね、なんか娘もいるし、うん、なんかそう気持ちがすごく、うん、なんかねえ、曲がアバでしょ。うん、はい、ご存知ですよね。うん、アバはさゆりちゃんどうですか。アバはさゆりはちょっとね、ちょっとそこよりは若い世代だから、ね、ママミーヤとかね、SOS とかね、チキチータートロロロロとかね、ほんでね、そんなしか知らん。行さん知ってるやん。行さん知ってるやん、それびっくりしたわ今。スウェーデン生まれの男女4人組アバは1970年代を代表するスーパーグループ。実生活でもカップル同士で結婚や離婚といった経験を素直に歌詞に反映させた曲作りが知られていました。マンマミーヤが原曲をうまく使ってストーリーを展開できたのも、もともとアバの曲自体にドラマ性があったからです。それだけメジャーなアバの曲だけに、舞台でやってらしてもすごく反応が、最後カーテンコールで3曲ぐらいやるんですけど、はい、そのなんか絶対普段お前そんなことしないだろうというような背広着たなんかね、はい、ちょっとこう静かそうな人がノリノリになってたりとかすると、やっぱり懐かしいんだろうなって、すごいなんかこう青春が戻ってきちゃったみたいな。皆さんで最後踊れるんですか。踊ってらっしゃる方も。それは OK なんですか。全然 OK なんですけど、楽しい。あの曲がきちっとストーリーの中に、その歌詞もピチッとハマって、
すごく出来上がったそのストーリーなんですが、見どころっていうのは一番保坂さんがなさっててどこですか？見どころは、はい、どうしようかな、いっぱいあるんですよ。あるでしょうね、もういっぱい、もうそれこそ曲もね、の力はすごいし、生きてるってどんな状態であろうと今の自分もかっこいいじゃないっていうふうに、40代50代とかもうちょっと普通日本人だともうおばさんおじさんって言われちゃう人たちがもう一回輝けるようなストーリーになっているところが、じゃあ40代50代の方見たらものすごい勇気湧いてきて、はい、その世代の方に見ていただきたい。はあ、いいですね。ねえ、ものすごい楽しみになってきた、ね、東京ドナさんずっとお一人で東京は、はい、2年間こんなに華奢でらっしゃるのに2年間ずっとお一人で、はい、いや休まずにさすがやっぱプロフェッショナル。プロですよ、ね、お酒飲めないんちゃいます、じゃあ、いや認めてますよ認めたみたいな感じでしたよ今。なんかこれだけも舞台に立たれてても、まだ皆さん来られてレッスンとかされるじゃないですか、レッスンは休んだらダメなものなんでしょうか？若い人、日々トレーニングなので一日でも怠ると自分の体が正直で分かるんですよ。はい、怠けちゃうなっていうのが分かるので。そうなんですか。はい、じゃあ一日間隔を空けたりしたらちょっとまた勘狂ったりするわけですか？そうですね。へえ。視聴者の皆さんにですね、どうぞ保坂さんの方からメッセージをいただきたいんでございますが、はい、ママミーヤは本当にすごいパワーと愛にあふれてる作品で、大阪のお客様にこれからどういうふうに受け入れていただけるか、もうすごい興味津々というか、期待でいっぱいなんですけれども、本当に元気になれる、本当に生きててよかったなって思っていただけると思うんで、ぜひ劇場に遊びに来てください。この後いよいよ、いよいよ公演が始まりますので、これ緊張してきた、これ緊張してきた、頑張ってまいりました。いや本当にお忙しい時間いやありがとうございました。今日見てますからね、ポッター見てますからね、はい、この日は本公演を前に行われるプレビュー公演。それでも大阪の観客の前では初めての舞台とあって、劇場内は開演前から期待感でいっぱいです。もちろん私たち4人もドキドキワクワク、胸の高鳴りが抑えられませんでした。いよいよ始まったミュージカルマンマミーヤ、予想を超える面白さに私たちの目は釘付けです。歌やダンスの素晴らしさもさることながら、未婚の母ドナと普通の結婚を夢見る娘ソフィーが織りなす親子のドラマに心が震えました。そしてカーテンコールで感動は最高潮。生きていることの楽しさ、素晴らしさを伝えてくれたのが、ついさっきインタビューした人たちだというのもなんだか夢のようでした。に応えて披露されるアンコールナンバーがまた素晴らしいのなんの。
のどの公演も最後は観客総立ち。そう聞いていた通り、大阪もまた熱狂です。5月までのチケットが今の時点でほぼ完売という人気ぶりもなるほど頷けました。私はもうなんかね、青春時代と、もうの恋愛とかいろんなことがごちゃごちゃごちゃってごちゃ混ぜになって、なんか自分の中にポンと帰ってきて、ポンと帰ってきてボロボロやった。泣いてましたよね。私汗拭くのと涙拭くのが大変だったもん。すごい泣いてはりましたよね。泣きましたもん、本当に。やっぱりそのストーリーもそうですけれども、やっぱアバの曲っていうのがもう青春時代じゃないですか。日本語で聞いたのが僕ら初めてやったんでね。あ、こういうことを歌ってるんかとかね。そうですよね。思いましたね。英語ではね、分からなかった部分、これをその日本語の歌詞に訳した、これ浅利圭太さんなんですよ。そのあたりの、まあ、ご苦労とか、どういう風に気をつけたのかとかですね、実は浅利圭太さんにお話を伺っておりますので、ご覧ください。いや、もう辛いですね。ことにアバっていうのは英語以外で歌わせてないんですよ。アバにとってもその日本語になるっていうのは初めての経験です。ですから条件がつくわけですね。あの、一音一字でやってくれという、だから行ってこいとか買ってくるとか角の入る言葉を全部排除してくれっていうわけですよ。そうすると日本語3分の1使えないんですね。それであの、だいたい英語で書かれたものを日本語にする場合は意味の半分が入ったら上出来ですね。あの、全部入れようとすると非常に聞きにくい日本語になります。ですから日本の詩に作り変えなきゃいけない。原詩のイメージとか意味を生かしながらね、えらい苦労でした。という、まあ、皆さんのご苦労があって、我々にこう感動を、ね、与えていただけると、特に、あの舞台の公演の前に、我々は特別に裏まで入れてもらいましたし、そうなんですよ、出演者の皆さんに後から会わなくてよかったです。もう抱きついてたかもしれない。本当に、さっきやっててちょっと冷静さをね、保ててよかったかも。見た後にお会いするともう震えて喋れないかもわからない。あ、そうよね。もう主役の方なんか特に恐れ多い、恐れ多い。そうよ、皆さんなんかね、あそこで見てもあんだけ華奢だったのに、まあ舞台で見て大きいこと大きいこと、ねえ、かっこよい。本当、あの、この舞台でね、家族の素晴らしさとか人と人のつながり方とかね、そういうのがいっぱいこう我々ね感動できるじゃないですか。改めてなんかね、教えてもらったっていう感じで、ぜひね、家族連れでねご覧になったらいいと思います。今日だってあのね、ちゃんと子供も連れてくれるっていう席をちゃんと知ったので、もうね、我々がね来れば来るだけロングラン続くんですよ。なるほど、ね、そっか。ですんで、まあ20年ぐらいのロングラン、それぐらいって僕らも腰曲がってでも見に来て、このダンシングクイーン踊ると。大阪四季劇場のオープンは関西に次なる季節の到来を告げる新しい風の予感にあふれています。皆さんもぜひ一度極上のエンターテインメント空間に足を運んでみてください。感動の舞台を生で見ることの幸せ、そしてそれはまた目の前で伝説を目撃する時間なのだときっと実感してもらえるはずです。